最初のその踊り極道付きの三重神変化劇っていうのは、あの新入り場にもの要は多重神って言われるんですけど、中にこう1個2個3個4個ってたくさんのこう 円ですね、同心円がこう外に広がっていくように重なっているように見えるんですけど、その玉を出品してくれっていうのが一つ目の決まりなんですね。そうですね、上り極道付きのところはこう出たところからずっと光がついていくっていう、それで上り極道になります。そうですね、あ、これですね、このずっと引いてるこれが上り極道なんですね。で、開いたものがここから後で三重神変化劇という感じですね。2玉目の8号玉は自由、自分の自由な発想で各社一玉出してくださいっていうので、で、まあ、黒いの花火があのコロナ明けで復活っていうことなので、まあ、リバイブ復活っていう意味を込めてリバイブっていうタイトルを付けさせてもらって、で、うちらしい動きのある花火を一発作らせてもらったって感じですね。スターマイン、夏色の風、風が吹くと何かが動く、揺れる、なびく、飛んでゆく、動きのある花火と夏をイメージした色で風を表現してみました。まあ、音楽付きのミュージックスターマインはあの夏っぽい、まあ、自分の中で夏っぽく感じる曲をまず選んで、でそれを聴きながら夏っぽい玉、夏っぽい色だったりとかっていうのを、まあもうそれも自分の感覚なんですけど、まあひまわりっていうね花火だったら、まあなんとなくこう皆さん、あ、夏ひまわりって思うと思うんですけど、まあ、いろんな花火をそこに混ぜて、あとはその風、夏色の風っていうところは、風は動きをつけて、で自社の花火が動きが得意なんで、動きながらこう表現できたらなっていうので、そういうタイトルにしました。タイトルっていうのはやはりこういうイメージですよっていうのを皆さんにこう伝えるための大切なツールになるんです。そうですね、分かりにくいやっぱり名前をつけると、もうその時点でこうその人その人でこう壁がパッてできちゃってポカンって感じになっちゃうんですよね。こう入り口がこうもう詰まってるみたいな、これなんか書いてあるけどよく分かんないから開けたくないなみたいな感じになっちゃうんですけど、もうなんかこう入ってきやすい言葉、なんとなくイメージできそうな言葉を選ぶようにはしてますね。